世界にただ一つ、特別な中空間をあなたに。テンピオはコンクリート建築ならではの存在感のあるデザインと、災害に強い鉄筋コンクリート住宅で安心感のある暮らしを提供。コンクリート建築の保温性を最大化した仕様で温度を快適にコントロールします。あなただけの至高の中空間を演出、テンピオ。皆さんこんにちは、 RC デザインスタジオの澤です。今回は富山でやってる物件を紹介したいんですけれども、地元でやるよりも東京でやるようにが多くなっちゃって富山であんまりやってないって話があるんですが、今回はその富山の物件なんですよね。で、事務所2階建ての事務所なんですが、 RC の事務所にされたいということで、当社に依頼があったっていう、そういうふうな物件ですね。で、当社は基本株式 RC 像っていうものを、耐震性が優れている株式 RC 像っていうものを、提供していってるわけなんですが、ここ事務所で言ってもスパン間が8メートルぐらいあって、そういうふうなものも、無中空間として、一応設計可能なわけなんですよね。間に途中に柱とかいらなくて、ここからここまでが8メートルとか、そういうふうなものも、やり方によってはできるわけなんですよね。ここ柱の置き方とかを、ちょっと工夫すると、そういうふうなロングスパンとかっていうのも対応できるんですが、この1階の梁性は分かっちゃいますね。ロングスパンになっちゃうんで、このスパンによってこの梁の高さっていうのが、結構違ってきちゃって、いわゆるそのコストの面だけで言うと、いかにこのスパンを小さく構成していくかが、コストを安くすることにつながるってことになるんですが、とはいえ大空間を構成しなきゃいけないっていう話も、あるわけで、でここで言うとこういうのを全部柱なしで構成していくっていう、そういうふうな事務所になるわけなんですよね。もちろんそのラーメン像っていう柱とか針で構成されるものであったら、もう少しもう2メートルぐらいできたりするわけなんですけど、ラーメン像に比べると空間としては小さくなりますね。ただ建物として耐震性っていうのは、株式 RC 像の方が優れてて、そういうふうな観点や、あとはですね、この柱型が出ないんですよね。ここにでっかい柱とかそういうふうなものが出ないんで、空間的に使いやすいっていう話があって、これはその事務所でも言えることで、事務所を柱とか柱、壁は壁張りとしてあるわけなんですけど、柱を出さずにすっきりした内部空間を構成できるっていうメリットがありますね。もちろん耐震性が高いっていうのもメリットですね。事務所でも当然人が住んでるわけですから、耐震性高く、比べるとラーメンに比べて遮音性高く作れますんで、ここで言うと前の道ずっと車通っていってると思うんですけど、いわゆるこういう風な騒音に対して静かな事務所になると。さらに、トラックも通りますから、トラックが通った時に、ラーメン像に比べて揺れない建物になるっていう、そういうふうなことで、事務所だからそこまで静かだっていうことが優先されるわけではないですが、とはいえ、ハイクオリティな仕事をするときに、静かだよっていうことも十分必要な要素ですんで、静かに、耐震性高く、そういうふうな、社員の安全を守るっていうのも非常に重要な建物の役目だと思いますんで、そういうふうな要素を提供できる物件っていうのを今回は設計中ですね。こういうふうな見てもらうと水が出てると思うんですけど、土地の中に、水っていうのは、通ってってるわけなんですよね。でこの水が出る層っていうものが、これで言うと 1.5 メートルぐらいに出てると思うんですけど、それよりももっと深い時もあるし、浅い時もあるっていう、それはその敷地それぞれなわけなんですが、事前にそういうのも調査したりとかして、それに対応した施工の方法っていうものをやっていくわけなんですよね。ここで言うとこういうふうに水が出てるんで、こういうふうにポンプアップっていうのをかけてると思うんですけど、こういうのも普通っちゃ普通ですね。水が出ればポンプで上げて、流していくってもう普通なんで、普通にですね、湧いてると思うんですけど、水が。こういうふうに吸い上げる音すると思うんですけど、これがポンプだって話になるんでしょうね。地下とかで、地下
を作ったりするときもやっぱこういう風な水が出やすいところ、まあ、深く掘るんでより水が出やすくなるんで、もうこのポンプアップかけながら作業していくとか、まあ、そういうのも結構ありますよね。まあ、地下で水が出なくてもドライエリアみたいのがあって、まあ、そこは雨が入りますから、その雨に対してこういう、まあ、こんなんじゃっていうか基本ポンプが入っててこう水を上げていかなきゃいけないっていう、まあ、そういう風に水を上げるっていうのは、まあ、建築の作業としては、まあ、そこまで特殊なことではないわけなんですよね。このどんどん出てると思うんですけど、こうやって普通にドバドバ出るんですよね、水が。こういう感じで、まあ、それだけこの土の中って水が出てるんですよ。全然出てると思うんですけど、まあ、そういう風なことなんですよね。でこれ水が抜かないともう全部溜まってっちゃうんで、雨降ってないけどこうなってるよっていう、そういう風なことなんですよね。当然作業コンクリートの打設前にはこの水っていうのをこの堤防のところ抜いて作業するっていう、まあ、そういう風な話になりますよね。まあ、スパンが飛んでるっていうのもあるんですが、まあ、こういうふうにしっかりした針を入れて耐震強度を上げるってことになりますよね。まあ、建物で一番重要なのは当然基礎なんで、この基礎の剛性っていうものを高く作ることで建物の耐震性っていうのが上がりますから、まあこういうふうなしっかりした基礎っていうのは、まあ、建物の耐震性を担保するのにもうめちゃめちゃ重要な要素だよっていう、まあ、そういうことになるわけなんですよね。この、まあ、一定の同じリズムでデザインしてて、まあ、壁があって開口があって壁があって開口があってっていう、まあ、そういうふうな、まあ、事務所だからそうしやすいっていうのはあるんですけど、まあ、同じリズムでデザインっていうのを構成する、まあ、そういうふうな、建物になってるんですよね。また進んでったら見せたいと思いますんで、ぜひまた動画の視聴よろしくお願いします。まあ、こういうふうに、まあ、結構掘ってるんですけどねまあ木造住宅だともうこれぐらいだと思うんで、掘ってる幅がまあ大きくはなっちゃいますよね。でもまあそれって耐震性を確保するのに非常に重要な内容だってことになります。また動画の視聴よろしくお願いします。天気を、まあ、こっち側から見るとこういう風になってて、こっち側の基礎だけ こっち側に折り返してあるんですよね。で他の基礎は両側にこういう風に堤盤っていうのがあって、まあ、部分的にその考え方っていうのを変えてるわけなんですけど、まあ、このやっぱ擁壁に近いとか、まあ、配管の通しやすさとか、まあ、そういうの作業性とか考えて、まあ、基礎形状っていうのを変えていくわけなんですよね。で逆に言ったらこの現場地コンクリートの場合は、まあ、PC とかと違ってまあ、そういうふうに敷地に合わせて、僕がこうするっていうので方針を出して、でそれに合わせて構造計算することで、まあ、好きなようになるんですよね。まあ、そういうふうな自由度っていうものがあって、まあ、ケースバイケースで、そのやり方っていうのを選定できるっていう、まあ、そういうふうな強みがあるわけなんですよね。まあ、ここに配管通すときにこのリンブレンっていうこの補強金を入れたりとか、まあそういうの現場でいろいろしながら、どこでその現場で基礎貫通の位置決めれたりとか、これ地中針だけに限らず2階の針とか1階の針でもそれ自由にその後から構成できるんですよね。PC だとその工場で全部やってこなきゃいけないって話があるんですけど、だからあんまりその現場でこの現状に合わせて対応するとかっていうのが難しいわけなんですが、この現場地コンクリートのその魅力として、まあ、本当いろいろ現場でできるよっていう、まあ、そういう風な話があって、だ逆にちょっとその難しい敷地とか傾斜地とか段になってるとか、そういう風な場合でも、まあ、比較的簡単に対応できるわけなんですよね。まあ、そういうふうだ、それはいわゆる設計力っていうものが必要なわけなんですが、まあ、設計力と合わせて、まあ、そういうふうな、やや難易度の高い土地の形状や傾斜とか、そういうふうなものにも対応できますっていう、まあ、そういうふうな話ですね。またちょっと追加でお届けしました。また動画の視聴よろしくお願いします。